どうも、八木島です。今日はこれ、リフト、ネットフリックスで、2024年の1月に配信がスタートされた、配信作。この話をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。リフト。この作品はね、まあ、まず最初に厳しいことしか言えない作品です。ね。ただ、じゃあ、この作品が、見てる間退屈でつまらない作品かっていうと、まあ僕はそんなことはないと思ってて、見れちゃうんだよね。ざっと見れちゃう。なんだけれども、なんていうのかな。消費作だなと。いわゆる、まあ、B 級。テレビドラマ的な。で、テレビでも、スペシャルドラマ、時々テレビ局が、ちょっと予算を投入しましたっつって、あるよね。あの分野のものじゃないかな、という感じなんだよね。だから実際、批評サイトなんかだと、ね、だいぶ、評価は低いわけ。批評家も、まあ、ユーザーからも低い。まあ、なんでかっていうところはいろいろあるんだけどね。例えば、キャストの個性を活かせてないであるだとか、まあ、問題になるだろうなっていうところはいっぱいある。まあ、だけど、何を期待して見るかだよね。僕はね、今回のやつで、まあ、キャストの持ち味を活かせてないっていうのは、まあ、逆に言えば、その人にとっては、新しい挑戦だったんじゃないかっていうことも言えると思うから、そこをあまり言うつもりはないんだけれども、何よりもやっぱりシナリオのアイディアが良くないかなっていう感じかな。厳しいことを言うから、今回はキャストの名前も監督の名前もなるべく出さずに話したいんだけれども、ね、出さなくても分かっちゃうか。この監督は、ワイルドスピード、アイスブレイクであるとか、ちょっと遡ったところで行けば、ミニミニ大作戦、マーク・ウォルバーグのミニミニ大作戦でね、とかを撮った人なんだけれども、何しろこれのアイディアっていうのはさ、それこそワイルドスピードの5作目、現代はファストファイブ。日本だとメガマックス。これと、まあ、基本的に大枠は同じっていう感じだよね。泥棒が力持った悪党から、大金盗むと。それだけの話で。で、まあ、オチまで似てるわけですよ。結局、警察が、その、金を押収したかと思いきや、実は、ね、泥棒たちが細工してて、金得るなんていうの。もうまさにそうなわけじゃない。で、そのワイルドスピードとかミニミニ大作戦とかをやってきてる経験があるがゆえに、とりあえず、そのアクションシークエンスっていうのは、見れるものにはなってるわけだよね。だからさ、なんていうのかな、シナリオの練り込みが足りないだとか、キャストを活かせていないだとかっていう、もっともっとね、いろいろやれることはあったろうとは思うんだけれども、見せる技術はそこそこ持ってるから、なんとなく見せられちゃうわけだよ。で、暇で、ああ、なんだろう、これ、なんかちょっと、ワイルドスピードのスタッフが、みたいなことがなんか書いてあって、じゃあ見てみるか、つって見たら、まあ、大して、なんていうのかな。
もっとやれることあるだろうっていうものをいっぱい裏に残してる状態のまま、それっぽく見えるものはできちゃってるから、まあ見ちゃうわけですよ。で、ね、ネットフリックスみたいなところはその再生数っていうもので、決めるからさ、ネットフリックス的には、まあ、成功っていうことになっちゃうわけだよね。ところが、まあ、あらゆるところで評価は低いと。そういう、乖離が起きちゃうっていう、まあ、現代ならではの、ことではあるんだけども。まあ、監督自身も、ネットフリックスに言われて、この期間でこの予算でって言われたときに、まあ、バランスした、到達点なんじゃないかなっていう気はするんだけどね。うん、まあ、もうちょっと、考えて、なんていうのかな。オリジナリティであるだとか、なんかこう、刺激的な要素をね、盛り込めばもうちょっと違ったんじゃないかなっていうことだよね。そう。それで、このキャラクターをやってるのは誰々だから、もうちょっとこういう要素を入れようとか、そういうことが、まあ、もうもっともっとできたんじゃないかなって思うわけ。ねえ。とりあえず、あのレベルの段階で、あのレベルなんて言っちゃったよ。あのレベルの段階で、なんとなく画面を見てる人間に退屈をさせないぐらいの、程度のね、パッとはしないけれども、退屈にはならないっていう、そういうぐらいの感じには、仕上げちゃうっていうだけのスキルは、やっぱりこの監督はあるんでね。ある程度のスキルに対して、ある程度のお金を突っ込めば、何だってとりあえず見れるものにはなっちゃうんだから。そういうもんなのよ。ね、ただこのある程度のスキルを持つっていう人が、案外いないんだけど、この人はたまたま持ってる人だからさ。やれちゃったんだよな。で、まあ、ざっくり見ても、キャストも、割と、豪華なわけ。ああ、っていう、そういう人たちがもう、ずらっと並んでるからさ。それでやってたらさ、とりあえず、まあ、見ちゃうじゃん。よっぽどつまんなくなければ。で、よっぽどつまんないってことはないわけだよ。それなりのスキルで回してたりとか、するもんだからさ。だからね、まあ、僕はね、常に傑作を作ろうと思う必要はないと思ってて、消費文化でいいと思うんだよね。その時、2時間の退屈がしのげるだけのものがね、作れて、それを世に出すって、僕はそれ十分ありだと思うわけ。B 級終わりだと思ってる人だからね。だから、ネットフリックス映画っていう部分の中に、入ってる作品ではあるんだけれども、うわ、やべえ、主演ちゃんとでっかく名前書いてあるじゃん。まあいいや。どこまで話したっけ？そう。配信っていう、映画っていう分野にはなってるんだけども、いわゆる地上波で言ったならば、スペシャルドラマ、特番ドラマみたいなね。そんな部分で、まあ、金も突っ込んで、なんていうのかな。多少は上質にはなってるんだけれども、作品的に上質なわけではないよね、みたいな。あるじゃない？そういう部分の中の流れの中の一本としてこれが出てきたっていう風な目線で捉えると、まあ、なしではないのかなっていう感じ。そう。ね、消費文化だからさ、世に残す、後世に名を残す作品だみたいな感じで考えたなら、おいおい、もうちょっとオリジナリティ出せよとか、キャストのね、持ち味出せよっていうようなことをいくらでも突っ込みたくはなるんだけれども、まあ、ネットフリックスっていう、テレビの立場を置き換えようとしているような分野の中において、その中に出てくるオリジナルコンテンツにね、常にこう傑作のような面白さっていうものを求めなくても僕はいいんじゃないのかなって思うんだよね。
だから、こんなもの作りやがって、こんなものが認められるなんておかしいって、その目線もわかるの。常にいいものを、いいものを、いいものを出していかなきゃいけないよねっていう、それは事実としてあるからさ。なんだけど、どこまで行っても消費文化でね。で、映画っていうのはもともと1ヶ月とかぐらいしか劇場で上映されないものでさ。で、何かがあればロングランって形で長くはなるんだけれども、いつでも見れるっていうわけではない。で、いつでも見れるというわけではないからこそ、その良さっていうものが割と後々まで続いていくんだけれども、配信っていうものは、もうそこがとにかくサーバーから下ろさない限りはいつまでだってずっといつでも見れるわけだよね。で、そのいつでも見れるっていうものをどんな人が見るか、次々新しい作品が出てくる中で、選ばれる作品というのは何かっていうものを考えた時には、やっぱり常に新しい作品なんだよな。前に作られたものを見るって人はあんまりいない。結局流れてっちゃうんだ。映画は1ヶ月っていう限られた区間だけそこでかかるから、割と1年後2年後でも見る人はいるんだけれども、配信という形でダーッといつでも見れますよって出てる中のものっていうのは、新しいのしか割と選ばない。なぜなら新しいのしか話題にならないから。だからそこでね、そういう傑作的なものを作ったとしても、まあ見ないわけだよ。多分レベルムーンだって1年経ったらきっと見る人いなくなるし。で、これだけ騒がれた将軍、まあ将軍はどうかわかんないけど、でも1年後、2年後って言った時に、あったよねぐらいにはなるかもしれないけれども、多分再生数はもう、相当低いものになってしまう。で、それでもその中で傑作を作るっていうのと、とにかくたくさん数を出さなきゃいけないものを埋めなきゃいけないっていうものとは、まあ別な市場論理が働くわけでさ。これは、後者なんだろうと思うのよ。その配信っていうものは、やっぱりそういうもんだと思うからね。そう。それで同時にたくさんの数も出さなきゃいけない。やっぱりね、月に1本とか、2ヶ月に1本みたいなペースでしか、オリジナル作品がないみたいなことになると、それは継続して契約する意味がないからね。暇つぶしになるものが、週に何本もあるっていう状況を保つ必要があるわけで。で、それが面白いかどうかっていうのはどこまで行っても主観だからね。だから、大作映画が例えば80点の面白さで、配信に降りてくるとしたならば、40点、50点ぐらいの点数でも全然十分なわけですよ。配信っていう、ビジネスモデルのあり方を考えたなら、ね、大事なのは、ここに入ってなきゃ、たくさんのオリジナル作品見れないっていう視点とかっていうのもあったりするからね。だからそういった中では、まあ十分な及第点なのかなという気はするんだけれども、結局そういう作品が、生き残るっていう状況、こういうものが受け入れられる、もてはやされるっていう状況は、まあ、疑問はあるかな。どっちがいいかってことはわからないけどね。僕はこういう作品がね、ドーンとある中に混ざってるってありだと思うよ。なしだとは思わない。どんどん作れって言われたら、っていうところは、まあ、なきにしもあらずだけれども。とりあえずね、最初から最後まで、うわ、もう見てんのかったりはっていう風になる作品ではなく、それなりに見れちゃうからさ。そう。なんで、まあ、どういうことなのかっていうのを、ちょっとね、ネットフリックス入ってる人は、まあ見てもらってもいいのかなと。そんな風に思います。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは。